はいフリーライターの今ン一生です、えー、今日もねジャニーズ問題を扱いますが、えー、キングプリンスまあ、5人での再結成っていうね、えー、話がまあ片方で浮上しているんだけど片方ではやっぱり被害者の保障に関しては父として、えー、まあ、進んでいるとは言い難い状況があるでこれをねやっぱり連動させたがっているっていうのが、えー、今の まあ、スマイルアップのの方針らしいのね新会社はどうか分かりません,、うん、あえて言いますけど、新会社はまだ本格始動が来年春からって言ってるので、えー、どこまでこれを連動させるのか、つまり芸能活動の活性化と被害者の保障が、まあ、連動していると、あんまり良くないわけです、その話をちょっと今日はしようと思いますが、まずキンプリ再結成の話ってどこから来てるのかっていうことですね。 で女性自身がこれはね、12月13日の配信記事で書いてあることなんだけど、まあ、12月8日、先週の金曜日ですね、えー、X、旧ツイッターにキングアントプリンスの2人がね、このようにツイートしました。自分たちの作品や活動が、聴いてくださる方、見てくださる方に、これからも楽し,楽しんでいただけるように、さらに頑張っていきますと。 まあえー、とこれはね、今年4月にリリースしたベストアルバム、ミスァイ5が、ビルボードジャパンの年間総合アルバムチャートで首位を獲得したことを受けてのコメントということですね。まあ、今年キンプリに激震が走りましたよね、えー。5月22日、海外進出を目指すということで、まあ、平野翔さんとかね、神宮寺勇太さんとか岸優太さんが、優、ま、退、あ、というか、脱退しましたね。 でもちろん脱退だけじゃなくて、えー、ジャニー事務所を退所したわけですね。でその3人ね平野君と神宮寺君岸君は滝沢君の設立した 2B に合流して新しいグループナンーア i を結成。とすると残った、まあ、永瀬廉君高橋海人君は。 二人体制で再出発を余儀なくされ、まあ、ジャニー北川氏による問題がね、こうやって社会問題化するという逆風を受けながらも、キンプリを存続させるために奮闘してきたと、まあそういうことなんだけど、えー、永瀬君は、キンプリでの仕事に加え、役者としても躍進を遂げたと、この記事にはあります。うん、で、えーねまあ、このね、ある芸能関係者は言うと。 公開中の主演映画、法廷遊戯では、弁護士役でシリアスなシーンを演じきるなど、俳優としての評価を高めています、これはテレビ関係者がまず言っていると。で、まあ、である芸能関係者はこういうふうに言ってますね。永瀬さんはやっぱり音楽がやりたい、それも5人でとの思いが今も強いと聞いていますと。そして現在の活動に力を入れ、キンプリを存続させていくことが5人の絆を途絶えさせない何よりの手段であると考えているようですと。 事務所こそ別々になったもののお互い連絡を取るなど5人の交流は今も続いているんですとそういうことらしいですわ再び5人での共演を見られるのならファンにとって願ってもない話だが実現する可能性は十分にあると、ね、この芸能関係者が続けるキンプリはスタートの福田 CEO が最も関心を寄せる所属アーティストの1組ですと、えー、社長就任が報じられる直前の10月下旬 都内で開かれた業界関係者の誕生日パーティーで福田氏がスピーチをした、その中で自分のミッションの一つはキンプリを5人で、えー、リユニオン、まあ、再集結させることですと、高らかに宣言したんですと。ほう えー、スタートの公式サイトではタレントマネジメントの基本方針が次のように綴られていると、えー、タレント自らがその活動の方向性に応じて自分自身で活躍のスタイルや場を求めていくことになり当社はプロデュース機能やマネジメント機能を各タ,タレントに提供しタレント活動をサポートしていきますと希望者にエージェント契約を導入するなどタレントの自主性が尊重されるというそういうことですね まあ従来の常識にとらわれない活動の形がとられることも十分に考えられると。で、芸能関係者がまあ言うわけだ。昨年10月にはかつてジャニーズに所属していた,ていた男組が再結成を果たしています。まあ確かに一時的にやったね、えー。5人が望むのであれば同じようにテレビの歌番組などに登場することもできるのです。うん、でもテレビ番組最後の出演ということで出てたでしたからどうなんですかね。 で12月 10, 10日、キンプリは8月にスタートしたキング g p r i n c ライブツアー2023ピースのファイナルを迎えた12月31日には生配信を予定怒涛のね2023年を駆け抜けることになる永瀬は最近のインタビューで次のように語っている目の前の人たちを喜ば,喜ばせたいと常に感じています。 何度ライブを重ねても喜んでくれる顔が見られると本当に嬉しいです。これは小説現代で、えー、インタビューに答えて言ってるらしいですね。うーん、どで、どうでしょうね <laughs>、まあ、5人の仲間がそれぞれ事務所の枠を超えて、キンプリをやるにしても、まあ、テレビの企画で1回限りか、特別な,なんか何周年みたいな時に、えー イベント的にやるかかかどちらなななんじゃないいっていう気もしますねでも全くないわけでもないだろうなというまあそういう話ですわただね僕が気にしているのはこうしたまあキンプリもまあスマップもそうなんだけども、あのー、再結集するのはまあご自由にって言ってるだけなんですよ新会社は別にこっちが何かをしますっていう話でも実はないと思いますなぜかっていったら当事者のグループの各自、ね、個別の 思いっていうのが多分あるから今のところそれが当事者であるメン,バーメンバーの口からはっきり何月何日頃やりたいねとか来年にはやりたいねとかっていう話が出てこないということはまあそう簡単ではないってことでしょうねでもう一つねやっぱりそういうなんだろうな、えー、ジャニーズ時代に、えーかまあ、解散もしくはその離脱っていう形で割れたメンバーが 再結集するかしないかっていうことは、確かに、えーまあ、芸能活動、もしくはジャニーズのファンっていうものに期待してる人たちにとっては朗報なのかもしれないけれども、それはね、もしかしたら、えー、ほいわゆるあのジャニー喜多川の被害者に対する補償と連動させる形だと本当にやばいかもしれない。芸能活動と被害者補償が連動してしまうことが危ういんですよ。というのはね、 とこれはね、芸能リポーターの小前千佳子さんが、まあ、あのんていうかな、まあ、ジャニーズ侵害者、これはまあス,あのスタートエンターテインメントのことだけど、この発表がずれ込んだ理由と称して、コメントしています。えーとね、これは、ね、日刊スポーツの12月8日付の記事ですね。で、芸能リポーターの小前千佳子氏が、日本テレビの情報ライブミヤネ屋に中継で生出演して、 まあ、スマイルアップがこの,、うん、この日、タレントのマネジメントなどを行う新会社の名前をスタートエンターテインメントのにしたという今後の見通しについて語ったとで、この芸能レポーターの小前氏は、新会社の社長に就任した福田敦氏が、これから新しい、えー、社屋を探したり、えー、実際に指導するのは来年の春ぐらいと語ったことを明かした。ここまで新社名の発表がずれ込んだ理由として この芸能レポーターの小前さんは私の取材の中では保証が始まらないと新しい会社の立ち上げを発表するわけにはいかないという部分が大きくてでようやく11月末に保証を受けてくださる方が出てきて12月1日に発表になったわけですよねとそれで日を選んで12月8日の今日ということで、えー、っていうふうにね何、えー、てかなつまり新しく。 スマイルアップっていうのはもう保証会社になっていくんでマネジメント機能っていうのを事業部門から外すわけだよねだからスマイルアップ所属のタレントは全員契約解除をすることになるわけだよねスマイルアップから。で契約解除をして新しい会あの新会社であるスタ,スタートエンターテインメントと新たに契約を結ぶっていう形になるからその契約内容によっては簡単に 一緒にやりましょううといいいななな形ににはお互いにならないわけですよ。やっぱりかんあの発想というか企業理念が違うからなんですジャニーズとあ違うスマイルアップと、えー、スタートエンターテインメントは違う会社なので違う企業理念で違う経営者なので、えー、契約内容もねかつてと同じではないはずなんですよで同じだったら別に、あのー、福田さんが就任する必要すらないわけだからでえー まあそれでね日を選んで12月8日の今日ということで、えー、進んできたんだろうと、で旧ジャニーズショップの方も大阪と長屋も再オープンで、全部同じ日に合わせてる感じがしますねと述べたと。っていうことはさ、結局、芸能、まああのファン、ファングッズの再オープンも、えー、芸能活動も,おも、まあ、みんな同じことだけど、そういう芸能に関するビジネスを始めたくても、 えー、被害者への保障が遅れると、さすがにやりにくいよねっていうことなのよね、あの理屈としては。でも、これ連動してるってことじゃん、結局は。そうすると、こっちを、まあ、ちゃっちゃとやってしまえっていう,うな話になりかねない、つまり被害者保障を手薄にしてもいいから、とにかく1000万円でもいいから、とにかく先に払っちゃって、一人でも、えー、なかな、えー、お金もらって、ありがとうございましたっていう風に言う人を増やしておけば、 芸能活動も堂々とや,りやれるよねっていうそういう話に今なってるからなってんだよ実際ねだからそれはまずいんじゃないのって僕は思うけど芸能活動を始めるために被害者保障があるわけじゃないからですよそ,れそういうことでしょだって芸能活動をやりたいから保証を早くしろっていうのは話がおかしくて被害者保障をちゃんとやるからそのちゃんとの部分が見えてこないとおかしいけれど僕が前の動画でもおね再三指摘しているように 保証の連絡、つまり、えー、こっちからお願いします、ちょっと保証をしてくださいっていうふうにあの被害者の人たちが言ったときに、保証の連絡が返ってくるまでに、ね、1人当たり4日ぐらいかかるわけ。で、そうなると、大体3ごめんなさい、834人、11月20日時点で、えー、保証を申し込む人がいたというので、そうなると、4年以上、全員に連絡するまでにかかるよと。 でプラス、えー、そこから保証金額を提示されて、それに合意してお金が振り込まれるまで、もう含めると、9年ぐらいかかるわけ、す、ね、べての,の834人にお金が、ま、あ行き渡るまで、しかも、これからもっと増えるわけだよね、あの被害者の,あの中で、これから保証をお願いしますっていう、ね、連絡をする方がいらっしゃるわけだから、そうすると、どん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 先送りされるわけだよ。 つまり5年先ぐらいまで待たないと、うん、いかんと。で、その理由は何度も言ってるけど、被害者救済委員会が3人のおじいちゃんの弁護士しかいないから、1人当たり4日間も調査にかかってしまうってことなんだよね。だから僕は弁護士やっぱり増やさなきゃいけないんじゃないかっていうのは、まず、キツキンの課題としてあるよねっていう話をこれまでしてきました。で、でもっとね、端的にこれを早く進めるには、 えー、もちろん調査に当たる弁護士さんを増やすっていうのも一つあり方なんだけどもっと根本的に加害者側であるスマイルアップが被害,あの被害者救済委員会外付けとはいえね、えー、お任せしますみたいな感じにしちゃってるのもどうかと思うのよ。もしそうだとしたら被害者救済委員会というよりも えー、スマイルアップ並ならびに、えー、藤島ジェリー慶子、あとメリーさん、あと北川さんとかってこれまでの資産を全部、えー、現金化して、保証基金というものを一つ、組織として作って、そこは被害者自身が、できればあの当事者の会も含めた、えー、被害者を救済するっていうところの理念を、被害者自身がちゃんと、えー、踏まえて、 スマイルアップで請求していくっていうそういう独立した機関を作ってそこにお金を何百億円でもいいからバコンって入れてしまって、えーえー、被害者に対しては、えー、実際に被害者だった当事者の会だったり何ていうかな他の被害者も含めた被害者委員会が、えー、調査をしますと。だから 在籍してるかしてないかじゃなくて被害者委員会が検証に当たるっていう形にしてそれを仕事として、えー、動くっていうふうにした方が弁護士3人のおじいちゃんが頑張るよりも僕はもっと早く保証が進むし、えー、納得できる保証額面にもしやすくなると思います少なくとも加害者側であるスマイルアップが、えー、たった3人のおじいちゃんの弁護士をあのに金払って、えー、保証始めますよってやったら 連絡だけで4年以上、お金が入るまでに9年以上かかるんです。それでいいんですかっていうことをもっと僕は新聞やテレビ局に追求してほしいと思います、スマイルアップに対してね。そうしないと、結局はさ、あの保証が二十数人始まったから、だから何なわけよ。そんなあのスローペースで保証してたら、待ってる間になくなってしまう方がいらっしゃるよ、実際にって話なわけだからさ。だからここはちゃんと、なんて言うんだろう。 あの弁護士3人だけの被害者救済委員会ではなくて、あの救済基金というさ、まあ、財団みたいなものを立ち上げて、あのスマイルアップの資産、ねであの、ジェリー恵子さんの資産、そしてメリーさんの遺産、で北側のジャニー北側川の遺産、全部丸ごとそこにバコンって入れる基金を、まあ、財団みたいなものを立ち上げてやったらどうですかと僕はあえて言っておきます。はい というのはねこういう記事が出てしまいました、12月11日、これは日刊再造です。で、黒崎聡さ,さんという編集ライターさんが書いています、ね、被害者への補償金の上限が上限が見えてしまったと。で、ちょっとすごい記事ですよね、それはそれでタイトルがえ。読んでみよう。 ジャニー北側の問題で、家中の旧ジャニーズ事務所現スマイルアップが十二月一日公式ホームページを更新し、保証内容の合意及び保証金の支払い開始についてと報告した。えー、ジャニー氏の問題にめぐっては、十一月下旬までに八百人を超える被害者が名乗,り出て名乗り出ていることを同社は発表し、千人を超えるのも時間の問題だと。そんな中、えー、今月一日に公式サイトでは、本年十一月二十二日に被害者救済委員会から、ね、被害に関する事実確認等が終了した。対象者。 25名以下、当該対象者といいますに対して、個別に保証内容の連絡が開始された旨をお知らせいたしましたが、昨日までに当該対象者の中あー方々のうち30名の方から保証内容に同意するとのご連絡をいただきました、11月30日までにその,そのうち23人に対して保証金の支払いを完了したと、でしかし、具体的な金額などについては明かしていなかった。 でえー、全国紙社会部記者がこういうふうに言います、続々と被害者が名乗り出ているようだが、公式サイトでは虚偽申告に対しての警告とも思える文書を掲載していたと、これに批判も多く聞かれたが、スマイルアップはもはや被害者に対する補償のみの業務を行う会社、その業務を終えたら廃業することを宣言しているだけに、補償申告者が本当の被害者かどうかは徹底的に精査することになるだろう。まあそううだろうね えー、で4日には公式サイト内の被害者保証特設サイトを更新し、同事務所への所属が確認できていない保証申告者に対し、具体的な手続きのな案内を開始したと発表、もともと所属していたジャニーズジュニアたちと雇用契約を交わしていなかったつけとして、労力を費やす格,格好になったが、えー、公式サイトの文面から保証金の上限はほぼ見えているというのだ。 芸能記者が言います。公式サイトでは、慰謝料金額を算定するにあたっては、日本国内における過去の裁判例だけでなく、つまり裁判例も <laughs> あの参考にするよって言ってるんだよね。で、英国国営放送、BBC のキャスターの、これ、自民サビル事件だよね。 のあのー、事案における賠償額や、えー、カトリック教会での、ね、事案に関する海外諸国での賠償事案も参照しつつとしているがカトリックの問題は世界各地に及び賠償金の額もバラバラそれと比較すると BBC のキャスターだった故・ジミンサビル氏の案件については500人以上の被害者がいたがサビル氏の 遺産額などから計算して、被害者は1人当たり最大日本円に換算して約1100万円の請求を上限とすることを裁判所が承認、つまり、旧ジャニーズも最大でそのくらいの金額だと見られているというふうに芸能記者が語っている、まあ、実際にそういう一部報道もあるよね、1000万円超えでしたみたいな報道ありましたよ。 で旧ジャニーズの東山則之社長は9月7日の会見で、法を超えて救済、保障が必要だ、時間を区切るなどはないので、長い道のりだと覚悟を持っていますと述べた、だが国内での、うんね、被害者への賠償金の支払いは、多くても300万円と言われているだけに、確かに東山氏の言葉通り、保障額は法を超えていると思われるのだが、うん、まあ、法を超えているというか、判例よりは多いというだけだよね。 で、えー、芸能記者が言います、結局、旧ジャニーズの資産の範囲内で保証額を支払うため、補償額の上限を抑えようとしているのが浮き彫りになってしまったと、要はジャニー氏、ジャニー氏のー問題を見逃し続けて、共犯ともいえる姉の子、メリー喜多川氏の個人資産からは支払いたくないのかもしれない、本来ならば真っ先に2人の遺産が支払いに充てられるべきなのだが、ね、そういうことですよね。 加害者が未然に起きらないのでは被害者たちは救われないままだと。まあ確かにそれは言えるよね。というのはアメリカのやっぱりキリスト教のね教会を舞台にした同じような案件では損害賠償請求をあの、ね、訴訟をされてね結局教会が破綻するっていうねあのことが起きてるわけ。だから破綻するぐらいね何十億何百億円っていうさあの規模で。 えー、賠償請求が認められるわけですよ実際にはだそれだけ多くの、あのー、被害者がいるっていうことなんだけどまあジャニー北川事件も同じだよね。となるとさ結局判例をちょっと超えたぐらいの1000万レベルでやればまあ10億ぐらいで収まるだろうと被害総額がねっていうような最初にやっぱりそれを決めてしまっているんじゃないかっていう疑いは晴れないんだよ。 やっぱりね、俺、被害者に本当に申し訳なく思ってるんだったら、自分が傷つかないとおかしいよねって思うわけ、加害者側が。自分ももう,もうこれで生きていけないぐらいですっていうさ、被害者と同じようにつら、ね、い目に遭いますと。だって裁判がもうできないからですよ。北川さんが亡くなってるので。で、そうなると、まあ、お金なんか全部吐き出せばいいのにって僕は思いますよ、普通に。藤島ジェリー恵子さんが,、まあ、があのお金を管理してるんだったら、もうメリーさんも。 ね、ジャニーズさんも、ジャニーさんも全部の遺産かき集めて、えー、保証しようとなれば、1人1億円ぐらい保証しても別に、ね、さ困らないでしょって話しなきゃ、しかもスマイルアップも保証専門になるんだから、スマイルアップの資産は全部、今までの少なくともファンクラブ収入とかも全部含めて、あのー、保証すればいいじゃないですか。そうやってもう何もなくなったわって、きれいさっぱりさ、被害者に還元したわでいいじゃない。 そこまでやって初めてジャニーズ文化というもののダメさつまりいいところもあ,あるよもちろんっていう人もいるかもしれないから僕はあえて言うけどいいところもあるよ確かにじゃあ悪いところは全部がん細胞じゃないけれども全部取り除くつもりでいれば今まで悪いことやって儲けてきたお金は全部返せばいいじゃんっていう話だよ単純に。 それをさ出し惜しみするるように見えるわけだよねだかだ人 1, 万レベルだとでそこはね、ちゃんと、もう1人当たりもう1億ぐらいつけるつもりがあるから、こあるからだから、えー、なん保償の連絡とかせいあの調査を待ってくれっていうならまだわかるけど、1000万レベルでさ、4年待たされたりさ、9年待たされたりするのってバカバカしいと俺は思うよ。ま、じゃあ、待つからせめて最低1億円ぐらい保証してくれっていうふうに ね、僕なんかは普通に思うところがねなぜかここへ来てですよ東山君への同情論というのもね記事になってて僕はびっくりしたんだけどこれはねあの何の記事かっていうと朝日新聞なんですよで朝日新聞がねあのファンの声を取り上げてこういうふうに言ってんのちょっと読んでみます。 スマイルアップから独立してタレントのマネジメントなどを行う新会社、スタートエンターテインメントの設立が8日発表されたが、新社長に就任したのは当初予定されていた東山紀之氏でなく、外部のコンサルタントの社長だったと、ファンの思いは複雑,複雑だと。東山氏は今年6月にファンクラブを設立、12月には21年ぶりにディナーショーを開催する。中学生の頃から東山氏を応援してきた女性50歳は。 少年隊3人の姿が見られるかもとファンは夢を膨らませていたというしかし東山氏は9月の記者会見で年内をもってタレントを引退することを表明ディナーショーは開かれるもののテレビで見た引退宣言には膝から崩れる思いがしましたとこのファンの5 3歳の女性語るとさらに今年3月の BBC 報道以降ね ショッピングででしたねあれそそれで北川氏からの被害を打ち明ける声が続々上がったと、えー、忍者元メンバーの志、ね、賀康信さんは15歳から18歳頃に繰り返し被害を受けたと告白言葉が出ませんでしたとこのファンの女性は打ち明けると被害当時志賀さんは少年隊のバックダンサーを務めていた私が見ていたあの時も被害に遭っていたのかもしれないということが衝撃でしたとこのファンの女性が語るわけだよ。 で東山氏はスマイル社の社長として被害者保証に専念することになった。真面目な人だし逃げなかったんじゃないかと思います。新会社ではなく保証会社の社長を選んだことを含めて、東らしいと思う。うん、そうかな。<laughs> ファンってすごくいいとこだけ見るんだなって思うけどね。 あのそう責任感持つのは悪いことじゃないよ、いいことだと思うけれども、できないことまで引き受けるのはどうなんだろうなっていう風に、やっぱり冷静になって考えるとさ、えスマイル社は被害補償が完了次第廃業する方針だ、うん、ファンの間では東山氏のタレント復帰に期待する声も上がっているというと、女性はこう語った。 東には責任を全うしてほしい、その間も体を鍛え続けると思うし、ファン同士で長生きしようねと話してるんですと、必ずやり遂げると思うので、それまで待ち続けますと、そうか、僕はこれ聞いたときに、ちょっとそれはどうかなと思いました、どうかっていうのは、被害の保障ってそう簡単じゃないよって僕が言て、ね、前から言ってるけれども。 じゃあ今年から補償相談を受け付けますってやったところで今すぐ勇気を出してそうねじゃあ私被害者でしたそうは補償してくださいっていうふうにすぐに声を上げられる人もいればまだ自分20代30代でちょっとね人前でそういうことを言えないと特にスマイルアップとかそのスマイルアップが指定した弁護士さんに初めてそういうねあの だって自分のお尻の問題ですからね、自分の身の下の下、下半身の問題ですよ、そう簡単に人に言えないよ。って思うと、やっぱり気が付いたら10年、20年経っていた。服、ね、部良一さんの、ね、息子さんに至っては70年経ってんですよ。って考えると、そう簡単に被害って打ち明けられないし、 僕のところにもこのジャニー喜多川案件で相談のメールとか来ちゃうんだけれどもやっぱり名前が言えないっていう方がいて当たり前だと僕は思います。だって言えないもん。僕自分がもし被害者だったらやっぱり簡単にさ人に言えないだろうなって思うしいちいち辛かったことを思い出してだから保証してくださいっていうのもなんか違うなって思うわけよ。 なんで被害者が勇気を出しして相談ををななきゃいけないけの勇気を出すのは自分の罪を認めて保証に走ってる加害者側のはずだよね本来はなぜ被害者に勇気を求めるのって思うわけ僕はこの時点で被害者に対して真摯に向き合っているスマイルアップの姿を感じないですスマイルアップがちゃんとやってくれなければねどんなに ね、金プリが再結成しようとスマップが再結成しようと嬉しいニュースにはならないよ。だってこの世の中には被害者の方々が無数にいるわけよ。相談に多分あの今すぐの相談に、えー、連絡できた方々が1,000人ぐらいいると見込まれてるけれども性の,のねこの身の下の相談があの被害の相談ができる率って10%ぐらいなの。 だからもし1000人の相談者がもういるとしたら、1万人ぐらい被害者がいるかもしれないわけ。だからほとんど、だから9割近くの人は泣き寝入りさせられる可能性が高い。なぜかって言ったら、勇気を出,す出して人に相談できるようになったのが20年後だったとしたときに、その20年後にスマイルアップは存続してますかって話だから。 だから東山君がその責任を全うしてで、それまで待ちますってファンは言うけれど、じゃあ20年後、30年後まで保証の窓口を、ね、続けると、当然東山君はその保証に向き合う責任に全うするわけだから、芸能活動はしない、できないよね。とするとさ、今60近いわけだよ、東山君が57か。か三30年後だとしたら、87とかになっちゃうわけよ。 保証,保証するかスマイルワップの,あの責任社長として、87からじゃあもう一回芸能活動できるだろうか、僕はほとんど難しいと思うのは、今の時点でかなり東山社長は追い詰められてると僕は思います。というのは、女性自身が10 12月13日、表に出たくないという声が東山周辺から聞,かれ聞こえてきたっていう記事をね、アップしてるのよ。 でえーまあ、ちょっとね全部は読まないけれどもえー、っとね芸能関係者のやっぱりコメントでねこういうふうには声が聞かれてるんだってあの木村よしのとこう東山君ってまあ夫婦なわけだけどあの2010年に結婚したから13年ぐらい夫婦なんだよね。 でえーね、夫婦仲は良好ですが、社長となった東山紀之さんの憔悴ぶりは深刻だと言います。表に出たくないと言って、ディナーショーの会見を辞退し、ね、プレスリリース用の写真撮影やコメント発表にも消極的だと聞いていますと、今の状況下で目立つことはしたくないと考えているそうですと、信じられるものは家族だけといった状況なのでしょうと、この芸能記者が言っている。うん ね、なんかねこの社長東山のためにいい、ね、木村義乃も動いていたそうです奥さんだから芸能関係の広報で働いていた親友を木村さんが旧ジャニーズ事務所で新たに設立するエージェント会社のスタッフに推薦したっていうのがあるらしいで社内に東山さんの味方を少しでも増やすことができればという思いからだと思いますっていうふうにまあそういう声も上がってんだけど。 そんな簡単じゃないと思いますけどね、別に。あのー、福田さんだったら別に、ね、周りはみんな元ジャニーズの社員だったりするわけだよね。一人増えたからといって、東山君の味方が増えたからといって、何か変わるわけではないと思いますけどね。うん、いや、まあ、こんな感じでね、あのー、確かに憔悴しきってるだろうなと思いますよ、僕は。 東山君に関してはだけどまあある意味で安請け負いを応用してしまったんだよスマイルアップの社長もやるで新会社の社長もやるみたいなことを言ってしまった手前とてもできないなって気がつく頃にはもう新会社は手放すしかない、ね、じゃあスマイルアップは保証専門だからそれにやっていくとなったとしたらもう芸能活動の未練なんか言ってる場合じゃないよねそんなことよりもさ被害者の気持ちになって考えるならば 東山君こそ、ちゃんと藤島ジュリー恵子さん、あるいはその周辺のかつての,あの経営陣の人たちも含めてさ、白橋さんとかも含めてさ、僕がもうスマイルアップの社長になったのだから、あなたたちの資産は今すぐ現金化してくださいと、当然、メリーさんやジャニーさんの遺産も現金化して、被害者に回るように基金を立ち上げるから、そこにバコンとまず現金全部ぶっ込んでくださいと。 なんだったらうちはスマイルアップのファンクラブはまだあるから、じゃあそこの収入を丸ご,と丸ごと基金に移しますでもいいわけだよ。だって新会社はもうすでにあるわけだから、これからレコードを出したり、写真集を出したりする収益っていうのは新会社が作っていくわけだから、これまでの、えー、印税とか肖像権とかは、ね、もう保証に回せばいいじゃん、単純に。 で新会社はどうやらこれまでのビジネスモデル、要するにテレビに出て、コマーシャルに出てみたいなものとは違うみたいなんだよね。みたいっていうのはまだ始まってないからなんだけども、福田さんとしては DX に強化し、メタバースでもやるし、海外展開もやりますよってやってるから、これまで海外展開したくてもで、ジャニーズにいたからできなかったって人はまあやめたりしたわけじゃん。で、そうじゃないやり方をこれから取っていくわけだから、ビジネスモデルが違うんだよ、そもそもって話なのね。 だとしたら、これまでの,あの,なんとかなあのファンクラブも含めた、ね、印税収入とか肖像権収入とかっていうものは全部被害補償に回せばいいだけの話だから、もうそれはもう、あのー、なんだろう、現金化して、えー、財団みたいな基金を作って、そこにバコンって集める。で、なんだったらタレントの方もさ、自分たちの資産をそこにほん投げて。 私たちも見て見ぬふりしてきて被害者増やしてきてしまいましたごめんなさいって言って個別にさ、ね、キングアンドプリンスもそうだよ永瀬君とかがさ自分も最後の最後にキングアンドプリンスをあのジャニー喜多川がプロデュースした、まあ、生前最後の,あのプロデュースアイドルグループがキングアンドプリンスだから自分たちもジャニー喜多川さんに関して彼が生きてる間にちゃんと問題をあの調査するなんてことをちゃんとしなかった。 自分たちもまだジュニアで弱かったからもしれないけど、それはもうちょっと今となってはね、これだけの被害者がいた時あのときに、とてもじゃないけど、僕たちが黙ってるわけにいかないから、例えばこれから、キングア p トプリンスを仮に再結成するにしても、当然そこで得たライブ収益とかテレビ出演収益とかに関しては、全部、イルアップがあのから独立した基金を作ってくれれば、そこにみんない、あのなんていうかな、そういう収益入れますと。 でそれだったら、まだね、あのー、多くの、ね、離れていったジャニーズファンの人たちも、そうだよねと、被害者保障のためにタレント自身が、自分たちが別に直接加害したわけではないけれども、やっぱりそれによって収益を得てたのは自分たちだから、自分たち自身が、あのーねあのー、そういう再結成とか、ねまあジャニ、ジャニー喜多川の遺産的なものでなわけだよ、スマップも、ね、キンプリも。 だからそういったもの,のを関して、何かを収益を得たら全部被害者保証に回しますと、そのための基金を立ち上げてほしいなと思う。だからその時は、例えばいくらぐらいの収益があって、その何十パーセントを送りましたって言っても、名前と金額出せばいいじゃん、金プリはいくら出した、スマップはいくら出したとか。で、そうやってちゃんと被害者に対する保証っていうのを真摯にタレント自身もやっていくっていう姿を見せた方が、僕はいいと思いますよと。 でその方が今までのものと違ってこれからやることに関してはあのもうみそぎになる何かみそぎ的なことをタレントもやらないし経営陣もやってないのでやってないんだよって現実現実やってないからさであのいつまでも尾を引いてしまうしあの新会社の福田さんも本当はフルスペックで話ができる場所があればもっと違ったかもしれないけれども今まさにタレントと出資者に対する経営説明交渉をやってる段階で あれもこれもさ、ね、もう完璧な人間のように物を入れって言われても、まあ、彼も多分今はもう、ちょっと待って今、睡眠時間削っても休みなく、今会社をとにかく立ち上げるだけで大変だからさ、っていう時にあれこれやられたら、福田さんも泣えちゃうよね。東山くんが焼数しきってるのを見れば、福田さんだって焼数しきってるだろうなと思います。だけど僕はね、まあ、ジャニーズを起点にして、芸能界の、 特に子どもの権利を守っていくためには福田さんのような経営者になんとかサバイブ生き残ってほしいと思うしあのダメだったかなり経営風土というか会社企業風土としてダメだったジャニーズをそうじゃないものに変えるためには福田さんのような人材以外にありえないだろうなと僕は思っているわけですよ。 だってみんな断ってきたわけだから、社長になってよって言われても、ね、東山君やジュリケイコから言われても、みんな断ってきて、福田さんも2回も断ってきて、ね、今回、今日に至るわけだよ。だ誰もいなかったら潰れんだから、それでいいんじゃないのって思ってる人いっぱいいるかもしれないけど、それだったら、ジャニーズだけじゃなくて、他の芸能事務所にも、ね、子供に対するが損害を与えてる芸能事務所はいくらでもあるから。 <laughs> いくらでもあるんだったら結局これからもジャニーズ問題って別の事務所で起こるだけの話じゃん。だからさ、ジャニーズは芸能事務所の模範になれっていうふうに、あの <laughs> 再発防止特別チームの提言書に載ってるでしょ、みんな見てるよね。だから僕はね、やっぱり模範になるべきだと思うわけ、もう子供を絶対に傷つけないよと。 と、ね、いうふうな模範になるべきことを新会社はやるべきなんですよ。だってスマイルアップは保証専門になるわけだから芸能活動で、ね、元ジャニ,ジャニーズ所属を救い上げようとするならば同時に再発防止もやらなきゃいけないわけでもちろん人,人権方針は発表してるからこのあと春頃の来年あの春頃に本格指導をするっていうふうに福田さん自身が言ってるから僕はそ,そこの時点でまだ来年3月か4月ぐらいだよね。 その頃の時点で再発防止策、なるほど、ここまで徹底すれば確かに子供があのジャニー北多川のような事件に巻き込まれることはないよなっていうさ、か細かい具体的なさ再発防止策をさ、今作ってるかもしれないし、えー、あのなんていうか年末年始も休めなくて分やるだろうなと思うんでね、まあ。だから人材かき集めないと再建なんかできないからさ。あの 元スマイルアップの社員を丸ごと引き受けるわけにもいかないしねで、前の動画でも言ったけれども、いろいろ不祥事を起こしてきたわけさ、今までジャニーズ事務所のタレントさんたちって、ね、刑事事件もある、ねであの、精神的にアルコール依存症なんじゃないかっていうこともある、ね、あるいはパニック障害になっちゃった人もいる。だかからそういうい意味でもさタタレンントのメンタルケアとか タレント自身が下手すると先輩として後輩を何,か何らかの害に巻き込んでいる可能性すらあるわけだからそういうことも契約内容に盛り込まなきゃいけない。でね、あのーまあ、いろんな被害者の気持ちっていうのがあって同じ被害を受けたから同じように思ってるかって言うとまたそれは別々でそれぞれ尊敬しなきゃいけないところがあるわけよ。でどういうことかっていうと例えばあのー 別にあなたはね、あのジャニー喜多川から何かされたわけでもないんだから、私の痛みはわからないでしょと、なのにあの、被害者の方は大変でしょうとか、被害者の人をいたわりたいですみたいなことを軽く言ってほしくないと、そういうことはむしろ言わないでほしいって思う人すらいるわけ、被害者の方の中には。ね、その被害者の方っていうのは、下手すると、その出資者やタレントの,あの中にもいるかもしれないわけ。まあ、そうだろうなって思う。 いちいちさ、自分が被害者でもないのに、ね、あのなんかそういう人たちの、ね、あの辛さを思,い思うとなんてい、簡単に言えないもん、やっぱり、自分が被害者じゃない、ま、ない場合、ま。だから俺は福田さんにいろんなことをね、みんな期待すると思うよ。もうちょっとこう、なんていうの、被害者の気持ちのコメント言った方がいいんじゃないかとか、ね、再発防止策、今すぐ発表しなす,すべきなんじゃないとか、でもそれができるんだったらやってると思うよ。 できるんだったらただ時間的な余裕とかさ58歳で新しい会社を立ち上げて経営陣を集めて、ね、新しいビジネスモデルでなん、ね、とか再建を図ろうとするときにまあ寝ずにやったとしてももう時間的な精神的な余裕なんかないと思う福田さんには。でもそんなことやっぱりさ普通の人は知らないだろうから彼は孤独な戦いをやってると思います福田さんは。 で東山君は自分が受け負ったこととの重みを今更感じてるんだろうと思います残念だけれど東山君は多分どれだけ重いことを自分は引き受けるのか責任がどれほど深刻なのかってことを気が付かないまま2つの会社の社長をやるしかないのかなと思って受けちゃったんだろうと思うけど福田さんに関してはもう,もう十分今まで経営してきたからねあのこれはいろんなことを言われるかもしれないけどとにかく。 とにかく新しい会社をまともなものにしていくしかないんで、ないんでやれることは全部やって、ね、もう、なんとかないろんなことを何をやっても批判はされるんだから、もうしょうがないっていうふうに思ってるのかもしれない。ただ、僕は何度も言っておきますけど、別に僕は福田さんがどう、なんかあのいい人だとか。 福田さんに期待するものはいっぱいあるかもしれないけれど、全肯定するつもりもなければ、今から、ね、あの批判するつもりもないです。僕がい何度も言う伝えたいけども、僕がここにいるんです、ね、それはいろいろ経緯を、ね、報道の中でしか見てないよ、彼に福田さん、会ったこともないんだから、ね、いいとか悪いの前に判断を僕は保留したいっていう,いうところに僕はいますと。 だから福田さんを言われたら、なんで擁護するんだとか言ってる人いるけど、俺、擁護も何もないよと。福田さんに期待したいところはあるけれど、実情は分かりません。ね、もうちょっと来年春に本格指導して、彼が何をやったのかが問題なのであって、ねな、彼が何を言ったか言わないかなんてことはどうでもいいのよ。なぜかって言ったら、結果的に子供が守られればいいんだもん。僕にとっては、少なくとも。僕はアイドルファンでも何でもないんで。 ね、そこで働く人それはタレントだけじゃないよ未成年のアルバイトとかも含めてだよねだから子供が守られる仕組みっていうのをどこまで作るかっていった時にそれは簡単には作れないことも僕は知っています何度も言ってるけどもけ特に契約をするタレントは未成年の場合は親が絡んでくるから親が望んでいるタレント活動と子供が望んでいるタレント活動がすれ違ってることなんていくらでもあるわけそれどうやって確認すんの で親が自分の親権者としての親権者って真面目じゃないよ親の権利のものと書いて親権者って言うんだけど親権者としての法的責任を知らない親なんて当たり前に多いわけだよ世の中親権者としての法的責任も、ね、ちゃんと親御さん保護者に対して,あのなんていうかな教育しなきゃ多分まともな契約にならないわけ、ね、う,ちうちの子で稼ぎたいと思ってる親すらいるわけだよ だそういうことを考えると、親に対しても子供に対しても、まあ、説明会はもちろんのこと、ねこう、例えばこういうふうに子供と親のやりたいことがずれてるってことが分かった時点で契約はあの破棄されますとかさ、そういうこともドラフトって言って契約内容に盛り込んでいかないといけなくなるし、研修もやらなきゃいけないし、ね、保護者会みたいなものも外部に作っておかないとまずいわけですよ。だから本当に子供を守るとなるととな 一つ一つの防止策を作るのに時間と手間がかかるし、お金もかかる。ね、しかも、スマイルアップの社員を100人ぐらい引き受けなきゃいけないわけだから、この人たちはスジャニーズ文化で働いてきた人たちだから、いわば OS を入れ替えなきゃいけないわけだよ、社員の OS を。だから、から新たにあのスタートエンターテインメントで雇あの彼らを雇用するときには、社員に向けては完全にもう、 なんて言うんてうだ研修、徹底的な研修、3ヶ月以上やらないと使い物になんねえなって思いますよ。これまではジャニーズの名前でさ、ご利用ししてきた、ね、そのまあ、同う影響みたいなことをやってきたわけだからさ、らそうじゃなくて、新しいビジネスモデルで君たちは働くんだよって言ったときに、果たして戦力になる社員がどのぐらいいるのかなっていう気もしますよ、僕なんかは。だからそ,ういうことそういうことはやっぱり、今の時点で福田さんはやっぱり言えないだろうなって思います。 まあ、特にビジネスっていうのは何度も言ってるけどもなる僕は違うけどね僕はじゃあ,あの物書きだから何でも平気で自由に言うけれどもビジネスマン特に経営者っていうのはなるべく敵を作らないでおくっていう作法がビジネスの基本なんですよ。だからどんなに憎い相手であろうと考えの全く違う相手であろうとなるべく喧嘩はしたくないっていうのがあの少なくとも経営者ビジネスマンの本音です。 うん、だからあえて、あのー、本当は全然考え違うけれども、ここは親しくなっといて、ね、自分の考えをゆっくり理解させようかって思ってると思いますよ、それは相手が東山君であろうと、キムタクであろうと、ね、一見、ね、こう平穏に見える関係、それは井ノ原君に対してもそうだろうけども、一見平和に見える環境を作っとかないと、毎日の仕事はやりにくいからですよ、単純に言ってしまえばね。 だからそういうことを考えればさ、一見、なんだ、だね、キムタクは賛美してんのかって思う人もいるかもしれない。あら犬原くんのこんなダブルピース写真とか放置してんのかいや、もうそのことも本当は忙しすぎて知らないのかもしれない。まあ、僕は伝えましたけどね、とりあえず。ただメール読めないだろうなって。メールみんなから、ここで送ってくださいっていうメールフォームがあるんだよ。あのスタートエンターテインメントには、ね。でもそれを送ったからって言って、ものすごい数が来てるメールを、 一個一個社長が全部読むなんてことは、今、そんな余裕ないと思いますよ。ただ、送っておいた方がいいと思います。やっぱり皆さんがね、いろんな気持ちで、いろんな立場で、いろんな考えを持ってるわけだから、それはぶつけておいてもいいと思う。で、社長、こういうな意見多いですよと。例えば被害者保障に関しても、やっぱりもっと早く、もっと額面多く見積もったがいいんじゃないですかって意見がものすごく多いと。それをスマイルアップに伝えてくださいっていう意味はあの、なぜかこっちの方にメール来てますよと。 って言ったら、スマイルアップにさ、対して吉田さんあと福田さんが何か言うかもしれないわけでね。だから、外で言ってることとうち、内側の毎日の仕事状況の中では、言葉も変わるし、態度も変わっていくと僕は思います。まあ、皆さんはどのようにお考えでしょうか、あの思うところをぜひコメント欄に書いてください。で、で今日のようにね、あの、 シンプル再結成だ、スマップ再結成だっていうふうにさ騒ぐ人がいる一方で、被害者の保障っていうのが非常に手薄であり遅いっていうこともちゃんとみんな理解しておきましょう。で僕は何度も言うけども、独立した基金ね、財団のような基金を立ち上げて、そこにお金を集約させて、さお金を差配するのは、藤島ジェリー系じゃなくて、あの。 この財団の方が被害者中心のスタッフがいて、やっていくって言った方が全然いいと思いますよと、皆さん、本当、そういうことも含めて提案していったらいいと思いますあの。スマイルアップに対してね。というわけで、おも面,面白いなと思ってもらえたら、いいねボタンを押してください。はい、あと、ツイッターとかフェイスブックとかメキシーとか LINE とかにぜひ拡散してもらえると、ありがたいです。この画面の下にある共有ってボタンをクリックするとできます。 ということで、えー、毎週金曜日夜9時から生配信しておりますので、えー、チャット欄にはあのチャンネル登録をしておくとあの書き込めるようになりますので、お早めにチャンネル登録をお忘れなく、おいじゃんね